皆さんこんばんは、料理研究家です。研究家はですね、入院をですねしておりまして、体重がですね10キロ減ってしまったんですよ。でやっぱりこう復帰を目指すにあたって体重をこう増やしていかなきゃいけないんですけど、まあやっぱり単純にどうやって増えるかって言ったら、やっぱり10キロを摂取 しなきゃいけないじゃないですか、まず。でまあ手っ取り早く10キロ食べればいいんですけど、残念ながらですね、私ですね、この44歳になりました。この時で、胃腸の方がですね、もうあまり強くないんです、正直。なのでですね、ご飯でなんかいろいろ食べながらですね、じゃあせめて飲み物ぐらいですね気にしようかと思って、なんと今日手作りのコーラを、クラフトコーラを作っていこうかなと思っております。このクラフトコーラですね、手作りとはいえですね、何にもいいかと疑っている人も多いですね。ご覧ください。ありがとうございます。お願いします。皆さん、コーラ好きですか？大好きですか？いや、最近よくコーラ飲んでる人が多くて、特にマッケーさんとか2リットルのペットボトル飲むらしいですね。はい、ということで今日はクラフトコーラについて話していきたいと思います。クラフトコーラ。そもそも皆さんはコーラが薬剤師が発明したものということをご存知でしょうか？コカ・コーラは1886年、アメリカ・ジョージア州アトランタの薬剤師であるジョン・ペンパートンによって、頭痛緩和や二日酔いに効果のある薬として開発されました。そして同じくペプシコーラが生まれたのは1898年、ノースカロライナ州の薬剤師であるキャレブ・ブラッドハムによって消化不良の治療薬として発明されました。コーラの実と消化酵素であるペプシンにちなんでペプシコーラと命名されたそうです。なるほどね。でもこれらの飲みすぎって砂糖もたくさん入ってたりして、太りやすかったり虫歯になりやすかったりするんじゃないですか？まあそんなね、相対する健康志向の高いコーラができたみたいなんですよ。着色料、保存料を一切使わず、多種多様な香辛料、生薬、ハーブなどに砂糖を加えて作るこちらのコーラ、その名もクラフトコーラ。本日は熊本県産のレモンを使っていきます。ライムですか？ライムじゃない、ライムじゃないんですよ、レモン。切れ味危ういね。これ100均で買ったんですよ、300円でした。100均で買ったのにもかかわらず、はい、300円でした。すいません。大丈夫ですか？ちょっと手こずってますけど。これどっちが悪いんだろう、レモンが悪いのかな。これはちょっと見るからにナイフが刺さってないですね。見るからに、すいません、ナイフがもうなんていうんですかね、刺してはいないですよね、これ。
プラスチックですもんね、うん、あとちょっといいですか先生。あー、ハサミって書いてますよこれ。あ、シャキーン、やっちゃおう。ランボーとかよくあるし、うんうん、あ、もうバニラの匂いしてます。バニラ臭が、バニラ臭してますよ。バニラビーンズ、腸内環境を整えるだけでなく滋養強制効果、バニラに含まれる膀胱成分であるフェランドレンには強壮効果があるとされています。強壮効果とは体の弱っている部分を強くするということです。あの内心ですよ、藤田さんの内心。ちょっと大さじ2ぐらい、バニラビーンズが600円ぐらいしたんですか、はい、そうですね、最後に はい、クローブ、冷えによる腹痛や消化不良、しゃっくりなどに対する漢方処方に用いられるそうです。他にも強い鎮痛性や抗菌効果などもあるため歯肉炎にも効くよ。あ、潰さなくてもいいんですか。はい、あ、いけるんですか。さっきの、はいはい、ああ、なるほど、はい、それも別になんか頭の中にも違うよみたいな人もいる。なるほど。カルダモン、これらの効能を見てお分かりの通り、スパイスの女王としてインドでは昔から薬用とされておりました。日本では明治時代より食欲を促す薬の原料として利用され、カレー粉の主原料にも使われております。これはよく見ます ね、 ね、なんかただこれはい乗らなくていいっていう、あ、直、はい、直ですか、はいはい、ね、シナモン、体を温める作用、発汗、発散作用、牽引作用を持つ生薬として利用されているほか、なんとなんとなんと髪にとってもよく抜け毛予防にもなるそうです。マイプロテインのプロテインシェーカーじゃないですか、はい、変な感じだねこれ。440ガガガロンガロン的な感じ、うん、そう、でもそんなもん、あ、結構でかい、あ、でも実際400くらいあるのかな、やってみましょう。初めて作るもんね、はい、透明じゃないからどこまで開いてる。クラフト。ああ、結構なんかやっぱ、はい、違うんですけど、なんか、はい、もうちょっとなんか時は強めにやったりとかしたらですね、はい、ちょっととろみついたんじゃないかなっていう感じがしなくもないんですが、はい、とりあえず一旦これで、これで完成だということで、はい、一旦完成、を、はい、冷やしていく感じで、はい、はい、結構な衝動感が、おお。出てますよね。出てます、出てます。はい。じゃあこれで。これでお願いします。ソフトコーラ作ります。お願いします。もう一回眠くなってきましたな。ああ。三分の1ぐらい。三分の1を白。三対1か。三対1なるほど。はい。おお。ぐらいがいいって言われてる。結構やっぱりなかなか落ちていかないですね。あ、本当だ。すごいですね。やっぱりこう、はい、なんていうんですかね、なんかやっぱ粉っぽいというか、うーん、なるほど、はい、おお、だいぶまだ落ちてってますね。
そうですね、いろいろと入ってるわけですね、はい、ほんのりほんのりコーラですね。あの、はい、YouTube で見たクラフトコーラと同じ色してます。あ、本当ですか、はい、で、これで、はい、京丹さん持ってきます、ね、京丹さん、あのね、シュワー、これ足りなかったら、はい、追いシロップをやってもいいかもしれない。なるほど、追いシロップ、さあ、どうですか、混ざってませんが、まだ、どうぞ。あ、僕が飲むんですか。クラフトコーラ藤田さん、はい、オリジナルのクラフトコーラ、はい、いただきます。多分またそのちょっと混ざりきれてないっていうのあるんですけど、きてないきてない、うん、後味がコーラなんですよ。いや、後味コーラなんですよ。本当。なんかこの舌に残る感じってあるじゃないですか。はいはいはい、コーラ飲んだ時の独特の、はいはいはい、それがあるんですよ。へえ。甘さどうですか。甘さもなんか逆にその通常コーラじゃなくてゼロコーラみたいな。あ、なるほど、へえ。通常コーラのあのベタっとした感じじゃなくて、ちょっとさっぱりした甘さなんですよ、これ。あ、バニラオイル多かったです。あ、はい、バニラオイルとシナモンがめっちゃいい感じの味出してます。あ、本当ですか。はい、へえ。あとクローブの匂いなんですかね、多分。あ、これうまいっす。おお。粉々しい。粉がなんかちょっと。あ、そこが多分一番美味しい気がします。なんか不思議です。匂いはね、うん、あの茶っぽいというか。ああ、はい。なんだろうね、これ。いや、なんか不思議じゃないですか。なんか爽やかな感じなんですね。いや、そうなんですよ、爽やかなんですよ。だから。コーラでも、風味はなんかコーラ怪獣、なんか確かに風味はコーラっぽい。はい、そうなんですよ。あ、なんだろう、これ結構美味しい。美味しいですよね。いや、めっちゃ美味しいですよ。いや、僕びっくりしたんですよ。もうちょっとなんか、もうちょっとなんか酷評しようかと思ってたんですけど。全然飲み物として普通に売れる。なんだろうね、今までなんか飲んだことない、はい、飲んだことないやつ飲んでるみたいな。そうですね、なんかシナモンの風味結構なんか来ますよね。で、多分このなんか後味の匂いは多分クローブの匂いなのかなとも思いますし、うん、で多分あのそのバニラオイルは、はい、私が確実に入れすぎてるから多分ちょっと甘さが少しあるのかもしれない。でも多分ここら辺が一番美味しかったんじゃないかな。ああ、僕一番美味しいとこ飲んでたんですか。これ炭酸先に入れてシロップ上から垂らした方が混ざるんですかね。そっちの方が混ざるかもしれない。混ざるんですかね。で、あとこれ、はい、あのホットでもいけるらしいんで。え、ホットでも、あ、でも確かにいけ、美味しそうっす。それなんか紅茶みたいな感じで。あ、美味しそうかもしれないそれ、はい。なんかレモンティーみたいな感じですかね。感じですかね。はい。美味しそう。それこそなんか。なんか爽やかなチャイじゃないと。はいはい、そういう感じに。美味しいですね。え、体重を戻すと考えても頑張ります。次回のはいドリンクも期待してください。お、次回があるんですね。はい、期待してます。でお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。コーラのシロップをですね、ホットでいただこうと思っております。この
カップに2杯分ぐらいのシロップが入ってるんですかね。ではお願いします。めっちゃもうなんかそんな気がする。ポッカレモンホットバージョンみたいな。もともとコーラをホットで飲んだことってありますか？